平田優香がお送りしているミュージックライン。ここからはゲストの登場です。今夜は番組初登場のこの方にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。はい、えー、はじめましてこんばんは、上田まりえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。てはじめまして。はじめまして。まずはじゃあ簡単に上田さんをご紹介しながらお話伺っていきたいと思います。はい。 1990年9月22日生まれ、現在24歳ですね。はい。去年が年女だったわけですね。そうです。はい。そんな上田さん、福岡県の久留米市のご出身です。はい。中学校卒業のタイミングで歌い手となるために単身、大阪へと、あの、プロフィールに書かれていたんですが、はい。これはどんな覚悟を持って、 うーん、うん、覚悟。そうですね。本当に小さい子供の頃から歌手になりたいと思っていたので、はい、早く、早く、なんとかその道に行かなければと、すごい焦りながら生きていたので、はい、<laughs> なので、中3の時に受けた大阪でのオーディションに受かりまして、はい、で、それで、えー、高校1年生から、 一人暮らしで出てきて、はいえと、一緒に音楽をやっていきましょうという話で、はいえー、出てきました。もうその時からずっと音楽は中学校時代からもすでにされていたんですか中学時代までは本当にただただ歌を歌うことが好きで、オーディションを受けたり、喉自慢に出たり、はい、あのー、ひたすら、なんていうんですか歌,で歌というものに、喉を使うことに、はい、ひたすら、はい、はい、えっ、ー、夢を見てたんですけど、はい、あのー、結構、 ちっちゃい時から絵を描いたり何かを作ったりするのも好きだったので、ええ、なので中3高1ぐらいのタイミングから作詞作曲とギターというのを始めましたねもうその時点からようやくその楽器の方にも、うん、はい取りかかるんですね楽器弾けなきゃどこでも歌えないなぁと思ってはいはいそうなんですえっとギターを始められて、うん、はいでピアノも コードぐらいでだったら弾けるようになりたいなということで練習し始めました。はい、どのぐらい練習されるんですか一日。えー、今は一日一時間はしようと思ってるんですけど、うんうん、今はあんまりできてないですね。でも当時は本当に丸一日中、毎日毎日ずーっと練習してました。はい、だっってててギターって慣れいいないと指が ももうねね、うん、全然使わない手しますもん、ね、そうですね最初は本当に全然抑えられなかったんですけど、はい、なんとか練習してみんな弾けるので、はい、私も頑張ろうと思ってやってましたあーそして作詞作曲も始めたわけなんですが、はい、上田さんといえば、うん、ハイトーンボイスが結構特徴的だなぁと思うんですが。 素敵な声ですよね。ありがとうございます。<え> <laughs> 今、わざとやった。<laughs> わざとやった。<laughs> こうご自分の歌声についてどう感じますかうーん。そうですね。あ結構、その、一番最初に出した CD とかを今聞くと、はい、ギャーギャー歌ってるなぁと思いますね。ギャーギャー。<の>ャーわーわーギャーギャー歌うなぁと思って。はい。恥ずかしいですね。今は 今は、うん、あのなるべくワはわギャーギャー歌いたくないなと思いながら歌ってはいるんですけどでもその若さゆえの激しさだったりとか、はい、っていうのも一つの特徴だったり今のこう一つ一つちゃんと感情を丁寧に出されていくその姿勢もまた今ならではのことなのかなとも感じるんですが、うんはい、ありがとうございますインディーズでの7年の活動を経て、うん、去年8月に上田さんメジャーデビューを果たします、うん、7年間の活動が身を結んだ結果だと思うんですが、うん、メジャーデビューしてから なんかか変わったこととかはありますかそうです、ね、あの本当にそに曲を書き始めた1 5 6歳の頃で、うん、インディーズで CD を1枚目出した17の時と比べたら、はい、やっぱりそのよりたくさんの方たちに曲が届くことを想像しながら。え なんかこうよりいろんな人たちの毎日の生活の中で音楽が鳴っていて、うん、でそのもの自体がこう繰り返し繰り返し生活の中にこうすり込んでいくことでこうパワーになるようなものを、はい、なんかただモヤモヤしてるとかただこう闇を抱えているだけの歌にはしたくなくて、うん、なるべくなんかちょっと。 プラスな気持ちになれるような音楽を作りたいなという思いは今すごく強く持っていますね、はい、それはやっぱりこのインディーズからメジャーでより多くの人に聴いてもらうっていう意味で変わった部分そうですねもう本当に最初曲を書き始めた頃はひたすらただただこう今抱えているものを形にするというのがそれで精一杯だったので、はい、それからは結構今は心境としては変わってきています ただただ出すよりかは受け手のことを考えるということですよねそうですねちょっと頑張れるような曲にしたいなと思ってます、うん、<laughs> そんな上田さんに今日はリリースされたばかりのファーストアルバム「話はそれからだ」を持ってきていただきました、はい、タイトルが結構インパクトがありますよね <laughs> ありがとうございます <laughs> まずはその「話はそれからだ」から一曲聴いていただきたいと思います、はい、アルバムのお話は それからにしたいと思います。<ー>ということで、曲紹介お願いします。はい。では、私のデビューシングルでもあります。この曲を聴いてください。上田マリエで、彼に守ってほしい10のこと。ミュージックライン、お送りした曲は、今夜のゲスト。上田マリエさんのファーストアルバム、話はそれからだから、から彼に守ってほしい10のことでした。今夜は上田マリエさんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファーストアルバム、話はそれからだ。はい。 の、この曲は、はい、まさにあの、メジャーで初めてリリースされたファーストアルバムなんですが、今聴いてもらった彼に守ってほしい10のことは、その中でもデビューシングルですよね。はい、そうです。あの、この番組でもご紹介させていただいたことがあって、あるんですかあります。ありがとうございます。はい、でその時は、はい、あの、冒頭の大体こう、1曲、1番目っていうのかしら、までしか聴いていなかったので、 彼に守ってほしい10のことを聞けてなかったんですよ。4ぐらいあったんですね。もうちょっと聞けてた。5ぐらいか。もうちょっとか。なるほど、なるほど。言ったんですけど、今日、この曲を全部聞いたことによって10個知れるわけじゃないですか。知っちゃいましたね。知っちゃいました。でも実は歌詞カードには10個全ては書かれてないんですよね。えぇ、気づきましたかそうなんですよ。そうなんです。9個しか書いてなくて。えっと、まぁ歌って、 を聞聞くくとと耳でで個あるんすけど歌詞カードには一番最後のお願いを書いていないので9個なんです聞いたことで初めてねなので今あのんとと思って歌詞を調べたリスナーの方がいてもあれ最後なんだっけなんだっけってなる方はこのアルバムをね聞いていただけたらなと思うんですが素敵なアルバムができましたね聞いていただけましたかはい聞かせていただきましたありがとうございます こうインパクトのあるアルバムタイトルになっているんですが、うんはい、なぜこのタイトルにされたんでしょうあのアルバムタイトルを考えるタイミングで、うん、あの結構私は日頃からこの言葉かわいいなと思いながら、はい、あの日常を生きているんですけど、うん、その中で普通にカフェをなんか本屋さんとカフェが一緒になっているようなお店で歩いている時に。はいうん 話はそれかからだとふとふ浮かんで、はい、本当は曲のタイトルにしようかなと思ったりもしたんですけどすで、ええ、にその時アルバムを作り始めていたのでなんかこう本当に第一歩になるような、まあ、私としては本当にメジャーファーストアルバムなので、はい、まずはこれを聴いてくださいという気持ちでもありますし、はい、その今後ずっと死ぬまで続く私の作品 作,作曲家人生の中で、はい、まずはこれを作ってからだっていう気持ちでもありましたので、えー、なので「話はそれからだ」とつけました、はい、こう女性っぽく「話はそれからよ」とかではなくて「だ」<laughs> で終わるところが結構ワイルドですよねそうですよね、うん「話はそれからよ」確かにそうですよね「うん、それからなの」とかね「うんうん、確かに」うん、ではなく「それからだ」うん うん、あのいい切り系で男気ある感じがすごくインパクト強いなと思いましたが、はい、アルバムを制作する上で意識されていることだったり大切にされていることって何なんででしょうか、はい、そうかそすねもう常々私がその歌詞を書くにしても何にしても気をつけているのは、はい、あの自分の中にあの 抱えていないな気持ちであったりとか、はい、そういうものを形にしないっていうのはすごく思っていて本当に心から思っていたり、はい、持っている要素の言葉を使って、はい、嘘のないものを作りたいなっていうのをひたすら思っていますね。じゃあもう歌ってる時は本当にまさにその感情を思い出せたりとか。はいうん 伝えていけるわけですもんねそうですね、うん、でもこう例えばカバーであったり、うん、で歌うことはないんですかあ、カバーももちろんするんですけど、はい、なんかあのまあなんだろうなもちろんこうノンフィクションで書くとあのすごく現実的になりすぎるんじゃないかなとかも思うんですけど、はい、あのなんだろう 夢を見ることも私自身あるので、えー、あのこのアルバムの中にもアガールっていう曲なんかではそうです、ね、おとぎ話のような雰囲気だったりする曲もあるので全部自分のことを歌うというよりかは、はい、その抱えている思いの再現というか、はい、そういう気持ちで作っていますね、はいはい、あとストーリーテラーみたいなことでもあったりするんですかねそうですね、うん、なので音楽自体すごくドラマチックなものだと思っているので、はい、なんかそういう風にカバーの曲も やっぱりこう山口百恵さんとか演じるように歌われるじゃないですかそういう歌いの方に憧れるのでそういう気持ちで歌いますねそういう時は聴いてみたいですねいやあの恐れ多いですけどコスモスとかもすごいですもんねでも曲作り うん、はそうううういいいった場合どのようにしししててくくんんででょょかか作られ曲作りはですね視、はい、線であったり曲線というようなこともあると思うんですがそうですねあの本当に書き始めた頃は大体全ての曲を視線で書いてて、はい、で途中からメロ先に書いてみようかなとかもしてたんですけどあのメジャーデビューのタイミングぐらいからは大体曲も歌詞も同時に書いていっているんですよ。うん へーね、なるべく頭の中で組み立ててから、はい、あ,のある程度出来上がってから外に出して録音しようと思ってて、はい、それまではなるべく脳みそ頼りで脳 <laughs> <laughs> みその中に音これでその感じで言葉これのメロディもなんとなくはめてみて、はい、でワンコーラス覚えたら初めて歌うみたいなことを最近は。 すごい脳トレになりそうですね。そうですね。ほとんど趣味なんですけど、そうやって作るのが。<laughs> <laughs> わー、面白い、ね。最近は割と、うん、あえてすぐにギターを持たずに作ろうかなと思っています。脳内で展開されるんですね。うそしてこう、あの歌であり、曲だったりが出来上がった時に、はい、あのアレンジが結構、一世のお世って書かれているんですが、うんはい ここのののアレンジっっってててて一一さんんととじゃなくてみんなくみで一斉のおせで歌っているい <laughs> うそうそう,うなんで,すできた曲を、はい、あのスタジオに持って行って、はい、あの一緒にライブをするであろうミュージシャンの方と入ってで、まあ、こういう感じでやりたいんでっていう気持ちを伝えて「うんうん、とりあえずやってみよう」でや,やっていって、はい「もっとこうしましょうもっとこうしましょう」っていうもう本当に音で話すような気持ちでやっていくっていうことに私自身すごい 憧れががあったんですよバンド経験がなかったんで<ー>でなのでインディーズ時代は結構アレンジャーさんにお話ししてアレンジャーさんとこうなんていうんですかこうもっとこうしましょうああしましょうっていう話をしながら作ることが多かったんですけど、はい、なるべくこう生,きた生きた人間のパワーで作れたらなと思いながら進めました。はい、それが今回相当多いですしあと なんて言ううでしょう生活音を、うん、あの入れているところ曲が多いですよね。うんうん、そうですねあの踏切とかね踏切の音であったりあと公園の生活音というかブランコが揺れて子供が遠くでというような。はい あれよく聞いたら子供が、イチゴだよって言ってるでしょえ <laughs> よ,くよく聞かないとダメなんですよ。イチゴだよって言ってるんだそうそうそう。なんか変なこと言ってないかなと思ってよく聞いたら、イチゴだよって言ってたんで、うん、あ、これは大丈夫だと思って。かわいい。かわいいなと思って。それはいいチョイスですね。<laughs> しかもあの、カン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 っていう音、はい、あの、ペーストという曲なんですが、もう本当にこう出だしからなんでか勝手に電車感はすごい伝わってきていたんですが、あー あの音は下北沢にあった今はない踏切の音だとそ、はい、そうですそうでですす結構思い出がある土地であったりするんですかそれともその入れてくれたサンプリング取ってきてくれた方の場所なんですかね。これねそ、はい、そもそも 曲を書いたのが、下北沢で書いたんですよ、はい、この曲を。はい。あの、当時17、18ぐらいの頃に、うん、あの、大阪に住んで、まあ2年ぐらい経ったんですけど、はい、あの、作詞作曲をする人として自分自身、まだまだ普通の人間でしかないと思っているから、あの、何かもっと自分に刺激を与えようと思って、うん、あの、夜行バスに乗って、はい。ふらっと東京に行ってみたんですよ。はい。で、その、 なんか、そのムードで気持ちでこう曲が書けるかなと思って、えー、その書いた時に作ってるものなんですけど、はい、あの、途中でそのレコーディングの、レコーディングとかアレンジを進める段階で踏切が入れたいなと思って、踏切入れたいんですよね、みたいな話をしてる時に、あの、大阪になかなか踏切が私が住んでいるところにないのか、はい、あんまり見かけない気がして、うん、どうせ遠出するなら、もう、あの、 もともと作ったところの踏切ノートにしようと思って、うんはい、で、撮りに私が行ったんです。何で撮ったんですか <laughs> あれ IC レコーダーで、カン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 って。自分で撮ったんですかそう、自分で撮った。<laughs> あれちなみにその生活もあの公園の生活音も自分で撮ったりあれは最初大阪で撮ったんですけど、はい、大阪で撮った ってたら関西弁が入りまくったんでちょっと関西弁が目立ちすぎるから標準語の方がいいなと思って東京のイントロとかをアレンジしてくれてる方に、はい、撮ってきてもらって<え>それを使ったら「いちごだよ」って入ってたんでいいチョイスそで,でそのイントロもそうですし「イントロ」という曲から始まって最後は「さよなら」の代わりに記憶を消したってこれもまた素敵な曲なんですがありがとうございますおよそ50分間本当にこう物語の世界へ引き込

ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト上田まりえさんのファーストアルバム話はそれからだからフライデーをお送りしました、はい、この聴いていただいた曲、はい、全部サンデーから始まって、うん、マンデーチューズデーサーズデー続くんですがそのフライデーもあってあえてのこのタイトルをフライデーにしたのが私はすごい好きでフライデーがまさにこう 飛び立つところじゃないですか。そうなんです。あ、これは素敵と思って。ありがとうございます。そしてオフィシャルホームページの方で、はい、あの、このフライデーという曲は、まだギターが初心者の方でも挑戦しやすい曲だと。うん、そう、はい、よく見てくださってますね。ありがとうございます。書かれていたので、ね、これを聞き込んで、はい、私もギターをやりたいなって思っている。<う>ずっと ここ数年思い続けて手出してないんですけど。<laughs> <laughs> なので、はい、逆に、こう、口ずさみながら弾きたいじゃないですか。はい,はいはいはい。ってなったら、これまず挑戦しようっていう気持ちに。これは優しいですよ。うん、e と G と A と C と D っていう。はい。あの、べーって人差し指で全部押さえなきゃいけないコードが全然出てこないんですよ。だから、3つだけ押さえたら弾けるやつ。小指使わないやつですか小指はね、うん G で使う人もいるね。私は使う人なんですよね、うん、小指を。でも、うん、で、大丈夫。 小指入れなくても大丈夫大丈夫小指が言うこと聞かなくてあ小指いらないですよじゃあじゃあ私もこれ挑戦できるということで今 <laughs>、はい、ね聞いていただいて、はい、結構この番組中学生の方からとか聞いてくださってる方もいるからかこれからギター挑戦される方はぜひこの曲挑戦してみたらいかがかと思いますはい,ててい、はい、そしてあの余談なんですが、うん、パーソナルデータで好きなものの中に嘘みたいなことって書いてあったんですが、うん どんなことですか嘘は嫌いですよ。ええ。嘘みたいなことというのは、だから、あの、綺麗なものとか見たとき、はぁ、嘘みたいって思うでしょ。確かにな。なんか自分が行く先の道全部青信号がついてた瞬間になんか、嘘みたい、嘘みたいと思うな。そうですね。でも絶対3個目の信号行くあたりで赤信号なんだろうなって思うんだけど、今立ってる時点から見える青信号はすごく確かに。ね。そうそうそう。確かに。サプライズな。 意味での嘘みたいなことっていうおしゃれな <laughs> ありがとうございます、はい、その嘘みたいなこととしての一つに今日出会えたこともね、うん、嘘みたいなことの一つだとも思うので嬉しいですそしてこの作品とも、はい、あの本当にねアートワークとジャケットのデザインとかも素敵な仕上がりになっているので手に取って見ていただけたらなと思います。 そろそろ時間やってきました。うん、ここで今後の予定をお知らせしたいと思います。ま、はい、間もなく春のワンマンツアーがスタートします。上田マリエライブツアー2015。話はそれからだ。3月15日日曜日、東京エビスリキッドルーム。3月21日土曜日、名古屋クラブアップセット。3月28日土曜日、福岡ビートステーション。4月3日金曜日、大阪ビッグキャット。 他にもイベントライブへの出演を予定されています。今後の予定など詳しい情報は上田まりえさんのオフィシャルホームページをご覧ください。最後に、はい、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。はい。えー、皆さん本当に毎日それぞれに、それぞれの毎日を送ってらっしゃると思います。私も日々生きていて、は今日はもう頑張れないかもしれない。明日ちょっとしんどいかもしれないとか、あの、へたれって思う時もあるんですけど、<laughs> でもなんか、 こう、音楽がそういう時こそ皆さんのパワーになるような、なんかそういうパワーがしっかりと詰まった歌を届けていきたいなと私は思いながら、えー、作っております。えー、もしよかったらライブでお会いできたらとても嬉しく思います。遊びに来てください。ありがとうございます。今夜のゲストは上田まりえさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。